映画だもんね。最初映画ね、映画いやオーディション受ける、あ見てて、でオーディションこれもう出しちゃった。いやもう録画してるんで、ちょっと回して、あもう回してるよね。あもうそのまま行きます。オーディションを受けるってなって、改めて映画見てって感じかな。だから俺はえ映画見て、うん、オーディションを受けるためにもう一回映画を見た。正直どうだったの？なんかあんま分かんない。正直そこまで覚えてなかった。いやそういうのがやっぱでかくて、やっぱそのキャラクターとか、あこんな人いたなって思ってる感じ。ダッコリンズだけなんか知らないけど覚えてたのは、やっぱりポンって出てきて、あとモーリンか、うん、そう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 、やっぱ濃かったから。そうね、濃かったか、濃いやんモーリンは。いやでもエンジェルも濃いね。いやそうね、そうそうそう、あみんな登場人物濃いけど。そうそうそう、そうなんだね、そうなんだよ。待って、じゃあ映画を見て、オーディションを受けて、で本受かってから翻訳自分が出るまでは、うん、演劇バージョンは見てないってこと？演劇バージョン見てない。おおやばー、すごい、それはすごい、ね、そう、しかも初めて、俺初めてのミュージカルだ。だからレントが初ミュージカル、すごい。そう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 、それは不安だったね。いやだからミュージカルに入るきっかけもレントだったの。単純に質問なんだけど、エンジェルを2回、エンジェル2回、2回やったじゃない。で今回マーク、うん、それはマークとして受けたの？あのね、エンジェルやる前にマークとマークやりたくてオーディション受けた。2015最初？そう。あマークとして受けてた。そうだけど、なんかエンジェルでもう一回来てくださいって言われて、エンジェルで受けたら受かって。オーディションってさ、みんなどんな感じだったの？だって俺なんかブログかなんかで読んだけど、違う役で受けて。私もそう。そうやんな。私は一緒じゃん。そうそうそう、俺も一緒。俺は違う役で受けてないけど、うん、俺もアンディにあのアンサンブルで受けた時にコリンズ歌えるって聞いてもらえて、その前にコリンズ受けて落ちてて一回日本のオーディションを、うん、でアンディが言ってくれてから俺またやれたっていう状況なんだ。私の場合だって耳でやってるからね。あ、そうだよね、そうだよね。だからもう一回耳向けた。うん、いやもう悪いって言われて、やったし、ね。そうや、耳やってたんですけどみたいな。ええー。そう。でもただ2010年はあの演出家が違ったから。あ、そうだよね。見る人が違うから、うん、まあ違う風に見えたんだろうけど、私も最初アンディのオーディションの時は耳で受けて。その日のうちに歌を覚え直してもう受けたみたいな。30分あげるからテイクオーリブミ覚えてきてテイクミオーリブミ覚えてきてって言って、私モーリーなんてやるなんて全く思ってなかったから、テイクミオーリブミなんか歌えなかった、うん、自分がやるかもしれないっていうような役ってなんとなく普段から音楽、そういうその役の音楽を聴いたりとかしてるから頭に残ってるんだろうけど、うん、もうモーリーは全く微塵も思ってなかったから、そういうキャラクターだと思わなかったから、だからもう必死で聴いて練習して帰って歌って。私はそのオーディションで言われたのは、これねまだ何次審査とかまだいっぱいあるから、あの合否はみんな電話で伝える、後ほど伝えることになってるんだけど、僕が今東方に行って許可もらったから言っていい、君モーリーって言われた。すげえ。ジュルって、ごめんなさい、私まだあのモーリー受けるなんて言ってないんですけど、ね、なんか芸能界みたい。夢ある、夢ある。いやでもその時に、ね、すごいなって、やっぱりニューヨークの演出家ってすごいなって思った瞬間だったからね。みんなと受けた。私結構多かったよ、耳候補と一緒に受けた、うん、みんなと受けた。あ、受けたよね、うん、最初はあの雑な何や違う役とかで一緒に受けてたけど、うん、歌審査は。でアンディの時は俺アンサンブルで受けてたから、アンサンブル何、うん、なんかすごい壁と踊ってみたいなとかやってた。本当俺ここから始まってる。オーディションで壁と踊ってあった？そう、俺あったと思う、多分。なんかいろいろやらされるんだ。そう、なんか稽古中壁と踊ってあるあった女と男を分けて壁と踊ってタイムあったよね。あったあったあった。なんだっけそれ、それ俺ほんとなくてよかったと思ってんの。俺経験してない。2012年。そうそうそう、でケントがすごかったんだよな確か。でも女性には見せられない。うちは見てない。そう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 、要は見ないんだ。見ないね、女性は女性。
目つぶってなんかこう壁で踊ってたらなんかケントが外出ちゃったのかなあれおケントだったかな俺だったから忘れたけどもうあれケントが踊ってる想像しただけでやばい、すごい面白い、あれでしょ、あのあそこでしょ、あ最後のそうエンジェルが亡くなるシーンの前の、ね、タイトル忘れちゃった、熱いやつ、熱いやつコンタクト、コンタクト、コンタクト、その同じ作品だけどまた役が違うっていう、なんかこれからそれをやるわけじゃない、ね、なんかまあもう一回台本読み直してみたりしたら、あこんなこと言ってたんだってマークが、そうそう、うん、思うことあるし、そんな違うんだなと思うけど、やっぱ難しいもんすか。でももともとマークやりたかったんでしょ。そう、でもそんなレントなんて知らない時ぐらいに、ただもうレントに出るからにはマークやりたいぐらいな感じで、まあ、そうだね。まあでもエンジェルとマークも全然違うし、私がやった耳と森も全然違ったけど、でも役者としてレントに出れて、しかも全然違う役、二役やれるってかなり贅沢だよね。いや確かになかなかいない、世界中探してもそんないだろうし、まあアジア人だけを集めたカンパニーだからこそできることだとは思うけど、私実はモーリン2回目やって、で3回目の間に私ニューヨークの留学行ったんだけど、それこそあっち行ってレントファミリー、レントをやったことがあるキャスト、女優さんとか俳優さんの集まりに顔を出したんだけど、呼ばれて、でその時にミミもやったしモーリーもやったんだよって言ったら、僕ロジャーとエンジェルやったって言った人、ふぅいるんだ、ってなって、いるんだって思ったの私も。でその人は、あまあ確かにエンジェルもできるしロジャーもできるルックスだなって感じだったんだけど、だからかなり珍しいしびっくりされたけど、その人もあったけど、なんかでもその人もすごいやっぱりやれてよかったってすごい言ってたから、私は実際モーリーンってそんなこと私できませんって思ってた。あんな役、あんなぶっ飛んだことも言えないし、できないし、絶対合ってないって思ってたけど、実際やって、わかんないよ、これはもしかしてアンディの力が強かったのかもしれないんだけど、私はレントのモーリンやってから自分の役の幅が確実に広がった。まあその前からコメディみたいなのの役もちょこっとはやってたけど、あのモーリンでそのコメディの難しさ、別にコメディをやってるコメディアンじゃないんだけど、ちょっとこう おかしいというか、人の心をつかむテンポとかニュアンスでつかむっていう、ただ単にその芝居をするっていうだけじゃなくって、人の心をこう操る面白さみたいな、コメディってそうだからやっぱりコメディアンっていうか、そのコメディの面白さって、うんうん、なんかそれをやっぱりモーリンで学んだし、自分の新しい自分を発見した感じ、うん、確実にあそこから広がった。だって俺の中でのソニーちゃんのイメージはモーリンでしかない。あの俺は多分本人にも伝えてるけど、マジでぴったりだからね。モーリン、うん、そうそうそう。でもそうだよね、ミミやってたんだもんね。そう、見てみたいなと。超ミミやってた、ガッティガリに痩せてだ、それ見たらもしかしたら耳かって思ってたのかもしれないけど、ね、もう初めましてがモーリーンだったから、うん、ぴったりだよって俺言ってるけどね。なんならまだ見たいもんな、モーリー、うん、しんどいめちゃめちゃエネルギー使うの。まあまあレントみんなそうだけどね、あのカムバック1日ぐらいだったよね連日は無理。いや確かにな、大変そうだった。だから世界、レントの世界も全然違く見えると思った。プレッシャーに感じることは全くないし、もう本当に経験に感謝ぐらいの気持ちで、全然もうあとは世界観が連れてってくれる。確かに世界観が強いからね、あそこはね、うん、本当に乗っかってじゃないけど、入れば入ってもそのまま進んでくれるというか。だってこの人ね、別世界行っちゃうじゃんね。
なんかもうコリンズとエンジェルの世界を2人で楽しみます。すがつーかさ、すごい複雑だね。だって元恋人だったはずなのに、このカムバックして同じ作品にいるのに関係性が違う、関係性が全然違う。そうそうで、ゴリの可愛いことこ言っていい、うん、あの裏の履ける時とか階段でね、エスコートしてくれんだよ。いやー俺男じゃん、大丈夫じゃん、うん、手すりあるし。違う、まあ、ヒール、なんかそういう気持ちになりたいなってやっぱ思う、うん、いや、エンジェルとして扱ってくれるってことね。そう、偉いなと思って、ね、そうそう。いやー、ただぎこちないって言われた。ぎこちないって、ぎこちないって、そう、出していいんやろうかみたいな感じで出してきてくれるから、まあちょっとコリンズっぽさもありつつ、なんかもっとガッてやってくれたらいいのになって思いながら。竹さん上手だったらしいよ。本当に、そうそうそう、それのなんかすごいな、アミューズ率すごいっすね。いや確かにすごいな。ゴリに聞いてみたいよ、レントを通して自分が変わったことなどありますかっていう。そういう意味では全部変わったよね。今までその小劇場でやってる劇団に入ってて、こういう大きいところに出させてもらえるようなと思って、シアタークリアなんて絶対立てないところだと思ってたから、だからそういう、まず世界が全部変わったし、やらなきゃいけないことがまだ見えてないこといっぱい今でもあるけど、多分その時譜面なんて見たことなかったし、もちろんどこのでそこにこうどう、せっかくでもそういう機会をもらったからどうその立ち向かっていくかみたいのは多分今でも続いてるけど、ずっと悩んでる感じはするねって感じ。初ミュージカルレントってかなり、そうでも良かったなと思う、レントで。なんかそのお芝居でやれたというか、アンディがその、あ、まあでもそ、でも確かにさ、アーティスト出身の人が多いじゃない、うん、俳優っぽい人があんまりいないじゃない、レントって、うんうん、そういった意味ではそういう感覚なんだもんな、他の人。なんか難しいよね、今までその日本っぽいミュージカルをやっててレントに行って変わったことは分かるけど、うん、レントが初めてだから、逆になんかここだけがレントのなんか特殊な感じとかって感じることとか。あ、そう思う、確かに。だって最初がレントだったから、それが最初、そうそう、普通だと基準となるわけじゃん。他行って、あ、レントって違うんだ、違ったんだっていうふうに思ったりする。まあブロードウェイ作品でブロードウェイの人が選んでるからこうなのかって思ったのは、その現場でのキャストの接し方、あ、そうそう、まず感じたのね。イスカによって違う。そう、まあでも俺次がロミオ&ジュリエットでパリスやらせてもらって、うん、でその時もやっぱ若いカンパニーだったからまだ良かったんだけど、でもやっぱ大御所いらっしゃる、うん、鈴風真世さんだったりとか石川善さんだったりとかいた時に、その人たちとこうどう接していいのかなと思って、レントってすごいフランクな、ボワボワできないもんね。そう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 、よろしくみたいな。レントウェイ。でもだからレントでそうだったから、俺次の現場でもだからそのノリで行ってみようと思って、あ、もちろん無理かもなって思うし、だけどやっぱりウェイとはいけないよね、あだすみたいな、限界これぐらい、そのノリでやってって、そう、様子見て、で次がレディーベストの帝国劇場だったのよ、うん、でよりなんかそういう上の人たちもいるし、あ、やっぱあの現場が当たり前じゃないんだなって、やっぱそういうところでは作風もあるよね、多分、まあ、まあそれがでかいと思う。